ニャでーすってことで、環境最強1位、完全ぶっ壊れ、ジノ×ジントニックの最強テンプレ編成紹介していこうと思います。ジノ、他リーダーと比べても、頭36個分は抜けたぶっ飛んだキャラクターでございまして、火力、耐久力、落差、すべてにおいてトップ最強のキャラクターでございます。そこに加えて今回はジントニックの指固定とコンボ加算の強みも追加された最強編成となっております。さらにさらにですね、なんと今回の編成、ギミック対応力も凄まじいので、汎用編成、普段使い編成としてもかなりおすすめでございます。私ならこの編成普段使いで使います。で、ちなみに最高難易度ダンジョン新戦獣の場合なんですけど、例えば10コンボ現象、すごい厄介なギミックなんですけど、なんとジノ、ガン無視して倒せちゃいます。もう最強っぷりが際立っております。そんな今回の紹介する編成なんですけど、本体武器ともに自由枠ありますので、かなり組みやすい編成かなと思います。そもそもジノが他色のキャラクターで、サブの役割が独立しているので、それぞれの代用しやすいということで、今回はですね、サブの役割と代用候補喋りながら、おすすめの強いサブ紹介しつつ、編成紹介の方をやっていきます。ということで、最強テンプレ紹介していこうと思います。もしよかったら参考になったら、高評価、チャンネル登録、そして通知オン、よろしくお願いいたします。特に高評価ね、押してくれるとモチベーションになるんで、よろしくお願いいたします。最近編成投稿するとめっちゃみんな見てくれて、めっちゃみんな高評価押してくれています。いつも見てくれている方、高評価押してくれている方々ありがとうございます。ぜひですね、この動画にも高評価押してくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いします。はい。ってことで早速編成紹介の方やっていこうと思います。まずジノですよね。リーダースキル4色消しで激減55倍3コンボ加算固定500万。HP 回復力 1.3 倍ということでね、1.3 倍激減なんですよね。とんでもない耐久力と回復力持っております。で、スキルがね、もうバッカ強い2ターンのスキルで2ターンの間、自己エンハンス、上限解放、100億解放、300億出せまして、5、6番面か、6回以上6色陣の陣ループでございます。これ2体採用でループしますから、必ず600億常時出てる状態になります。もうね、2体だけで既存のパーティーよりも火力がバカ高いというね、とんでもないキャラクターでございますね。そして、冬に5色強化、4つ持ち、ガトブレに 7C2 つですね。はい。まあ、7C は発動してもしなくても火力出ます。で、冬5色強化4つ持ちでね、超火力高いですね。で、今回はですね、火力盛り武器をつけてあげるんですけど、5色強化武器をつけております。何をつけてるかっていうと、まあ、いくつか5色強化武器採用してるんですけど、例えばダイヤガチャドラね。まあ、これよく使うやつなんですけど、スキブチーム HP 5色強化の武器です。まあ、これはですね、火力盛りで OK なんで、ジノ複数持ってる人はジノ武器でもいいし、ラーンドホルスとか、闇カーリーとか、ギアステップとか、ラスイディアル、光ラビリル、クリスマスアルジェとか、おすすめでございます。さらにですね、今回他で採用してる5色武器だと、ラミリス武器使ってます。ラミリス武器は、各色ドロ強5色強化なんですね。これも強いですね。まあ、交換可能だったんで持ってる方も多いかもしれません。あと、日向武器使ってます。日向武器はね、ダイヤガチャだと似てるんですけど、スキブ2個なんですね。スキブ2個チーム HP 5色強化の日向武器も使ってます。という感じで、まあね、よくある強い5色強化武器をつけてあげてください。はい。まあ、10C武器とかの火力盛りでもいいんですけど、さっきも言った通りね、10コンボ現象とかガン無視する影響でですね、5色強化で火力出すので、火力はコンボで出すよりも、他色で出した方がいいです。30効果、4色効果、5色強化でつけた方が強いですよ。はい、という感じになっております。というのが、ジノ&トリスタンでございました。で、はい、今回の、あれですね、主役でございます。ジントニック行きましょう。ジントニック、背のこちらでございます。今回、リーダー採用でございますね。で、リーダースキル、指12秒固定の3色消しで 78% 軽減、45倍4コンボ加算。色褪せない最強リーダースキルですね。何度見てもこのリーダースキルはなんでこんな強いのかわかんないぐらい強いです。はい。で、特にね、今回5、6番面固定の6色陣ですから、指12秒もあれば必ず組めると思います。はい。で、後で説明するんですけど、今回実はね、ルーレットも効かない編成になってますので、ルーレットだとちょっと12秒足りないかもっていう人も安心してください。ルーレットも消しちゃいます。はい。で、4ターンのスキルで消せない場合の核戦無効回復枠ですね。で、サブ上限解放50億解放持ってます。まあ、シンプルに消せない核戦無効回復4ターン、今最短ですから、もちろんまあ3ターン以下のやつもありますけど、まあ、基本的にがっつり全部消してくれるのは4ターンが最短ですので、最短の消せない核戦無効回復が採用できるっていうのも、まあ、ギミック対応力が凄まじい汎用編成としてもおすすめでございますね。はい。で、10C3つ、タルインの加護持っております。はい、という感じですね。まあ、一応これマシンタイプ持ってないんで、マシンタイプ追加してあげてもいいんですけど、現状、
耐久力がですね、ジノは本当にぶっ飛んでるんで、さっき言った通り頭36個抜けてるんで、正直いらないんですよね。はい、そんな耐久力いらないっていうレベルで耐久力ありますので、マシンタイプ追加はまだしなくてもいいです。したかったらしてくださいって感じですね。で、そんなジントニックにつける武器なんですけど、今回ね、ハロウィンパイモン武器つけてます。マシンタイプ追加してません。チーム HP と角色泥鏡が役割ですね。HP と弱化とリタクレヒースト注意して泥鏡武器で OK でございます。ハイウィンドとか、サメの魔人とか、サクラミクとか、アオソニアとか、ミドリソニア、ジェレミア、バレメアリス、ダイヤガジドラとかおすすめです。まあ、さっきも言ったけど、別にマシンタイプ追加してもいいです。しなくてもいいですという形になっております。はい。ではですね、続いてサブの方の紹介に行きたいんですけど、サブさっきですね、ルーレット効かないんだよという話をしました。なんで効かないのかと言いますと、まあ、もちろんね、これジンループなんですが、実はですね、このキャラクターを採用しております。はい。サクラミクでございます。こちら、ルーレットループのキャラクターで、4ターンの間4ターン高速ルーレット、回復力と非光のエンハンス2倍です。いや、ルーレットループいらないじゃん、ジンループなんだからと思うと思います。そうです。今回ここ、自由枠となっております。何使ってもいいです。火力出したい人は火力枠にしてもいいですね。ただ、桜ミクはですね、これ、スキブロック持っていて、暗闇雲帯耐性持ってるんですね。ジンループにおいて、すべて欲しい耐性持ってくれてます。で、しかもチーム HP3 つ持ち。で、これ、無課金キャラ、配布されたキャラクターですから、まあ、使わない手はないかなという感じですね。火力を追い求める方は別に火力出るキャラクターにしてもらっても全然構いません。はい。で、これね、めちゃくちゃ良いですよ。はい。スキブと耐性とチーム HP 持ってくれて、しかもルーレット分けできるっていうのが本当に強いですね。で、この桜ミクなんですけど、代表する場合ですね、なんですけど、まあ、ラフィーネとか、芝みゆきとか、あとバステトとかね、シレンバステトね、あとはハーツとか、あとレムーとか、アムリニアとかおすすめでございます。まあ、桜ミクほとんどの方持ってると思うんで、持ってる方は桜ミク採用でいいかなと思います。はい。で、つける武器なんですけど、つける武器はですね、もう完全に初手変身助ける形でつけまして、ミリム&リムル武器つけてます、今回。ミリム&リムルは、スキブ猫、チーム HP、チーム回復、4ターンヘイスト武器ですね。まあ、交換可能だったやつです。で、まあ、これは別に初手変身できればいいので、代用いくらでもできまして、ウルバリン&マグニートとか、バレディーナとか、玉子、ハロウィンパイモン、バーテンダー、ワルリン、嫁博、平和島とかでも OK でございます。はい。まあ、とにかく自由枠なんで、自由に使っていい枠でございます。今回はルーレット上書き枠と、耐性と HP 盛り、スキブ盛りで使ってます。はい。まあ、桜ミクはね、超おすすめでございます。続いてのサブがこちら、ラビリルでございます。これね、5色強化6個持ちの軽減ループ、エンハンスループのキャラクターでございまして、もう5色で火力出すパーティーだったら、絶対入れたいような性能しております。これね、フェス限のラビリルですから、持ってる方も多いかなと思います。はい、遅延耐性2個つけてあげれば OK なキャラクターでございまして、もうその名の通りですね、火力と軽減ループ、エンハンスループ枠となっております。で、もう武器もですね、火力盛りつけてあげれば OK で、さっき名前出したラミリス武器今回はつけてます。で、さっき言った通りですね、ラミリス武器はただ5色強化、角色泥鏡の武器ですから、他にヒナタとかのね、スキブ2個チーム HP5 色強化武器だったりとか、ダイヤカトドラのスキブチーム HP5 色強化武器だったりとか、他にはね、ジノとかラ&ホルスとか、闇カーリーとか、ギアステップ、ラスイリアル、光ラビリル、クリスマスアルジェとかのね、火力モール武器だったら何でも OK でございます。という感じになっております。ラビリルです。で、ちなみにラビリル持ってないよって方もね、まあ、いらっしゃると思うんですよ。で、ラビリル持ってない方おすすめは、軽減ループおすすめで、上条トーマ&インデックスとか、あとデンジ&マッキマ、ロロ&ヴィンセント、ニューガンダムとかおすすめでございます。まあ、よくあるような軽減ループ入れてあげるだけでいいですね。はい、という感じになっております。はい。ということで、続いてのサブに行こうと思います。さて、続いてのサブこちら、ロベリールでございます。ダブル吸収回復力枠、アシスト無効回復枠でございます。そして、ここのアシストが自由枠になっております。別に火力枠でもない変身キャラクターですから、覚醒採用で何でも好きなものをつけてくださいってところですね。はい。で、ロベリール自体がね、すごい強いんですよ。これ、5ターンのスキルで、1ターンの間、ダブル吸収回復力2倍、76番面化。ただ、まあ、今回は76番面化は別にいらないです。なんでかっていうと、ジノが56番面化ループだから、54番面対策いらないからですね。で、回復泥鏡6個持ち、LG4 つ、アシスト無効潜在つけております。で、ここですね、やっぱマシンタイプ持ってないんですけど、先ほどと同様にですね、まあ、とにかくジノが耐久力高いので、別にマシンタイプ持ってる必要ないんですね。つけたかったらマシンタイプ追加、ここ武器自由ですからつけてください。今回つけてる武器はですね、嫁有利つけてます。スキブ2個のチーム回復武器ですね、つけてます。本当に自由枠なんで、バレディーナつけてもいいし、ゼウスギガでもいいし、梅マロとか嫁フェノンとか、ダイナとか、ブレザーとか、キバレアキネとか、ミリム&リムルとか、チーム回復メインでつけてあげると安定するかなと思います。何度も言いますけど、マシンタイプ追加したかったらしてもいいです。武器は自由枠でございます。はい。で、ロベ
リール自体持ってないよって方もね、いらっしゃると思うんですね。でそういう方はね、ダブル吸収なら OK です。で、スーリアとか、ソフィーサム、バーテンダーイデアル、千葉エリカ、ヘカテ、ハーツエキドナとか、あとイデアルシナモンとかおすすめでございますね。まあ、そこら辺のダブル吸収だったら、まあ何使っても強いよね、という形になっております。はい。ということで、これでジノの最強テンプレ紹介終わりました。今回はジントニック自陣において、で、ジノと、フレンドジノとサブジノを使って両方ともですね、無効貫通先生つけてます。それによって無効貫通の敵に対して600億は最低でも出せる編成になってますね。別にラフレ逆でもいいです。で、ジントニックで無効貫通先生つけてあげてもいいんですけど、まあ、できればジントニック持ってるなら自陣ジントニックにして、で、ジノに無効貫通先生を2個つけたいよねという形になっております。はい。ということで、これで最強テンプレ編成紹介終わりました。とにかくですね、サブの役割がそれぞれ2個ずつぐらい被ってるんですね。なので代用してもですね、役割なかったりすることも少ないですし、まあ、それぞれ持ってないキャラだけ代用してもね、すごい強い編成組めると思います。で何度も言いましたけど、途中本体武器ともに自由枠1個ずつありますので、そこでねうまく調整してあげれば絶対ね、なんか持ってなくても組めると思いますので、よろしくお願いします。それではですね、プレイ動画の方を見てもらおうと思います。今回汎用編成、普段使い編成として強い編成ですけど、最高難度ダンジョン新戦術行ってます。で左にも書いたんですけど、10コンボ現象をガン無視する最強プリ、ぜひ見てほしいですね。いやこれは圧巻ですよ。10コンボ現象食らってもこんな早く勝てるんだっていうね、本当に単色で勝つよりもこのジノ使って多色で勝つ方が楽で早いですから、強いですね。はい、ということでプレイ動画の方を見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。環境最強1位、完全ぶっ壊れジノ×ジントニックの最強テンプレでございます。ジノもう頭36個分他のリーダーよりも抜けている、マジのヤバいキャラクターでして、火力、耐久力、パズルの落差全てがピカイチなんですが、今回ですねジントニック相方にすることによって、さらにそこにですね指固定の強み、そしてコンボカさんの強みが加わっております。めっちゃ強いです。はい、ということでもうね、今回ね新戦術最高難度ダンジョン行ってるんですけど、正直言って多色なんですけど、単色使うよりも楽に早く突破できちゃうんで、もう単色使う理由がない感じでございます。はい、ということで1階層ロベリール、ラベリル、ミリム&リムル、ロベリール、ラベリル、そしてジノ2体変身して、ジノジントニック打って殴ってあげてください。はい、で突破していきましょう。でジノね打つときは上限解放をしてない方のジノを打ってね、突破してください。で、今回はですね、見ての通りなんですけど、自陣にジントニック、で、フレンド側にジノを置いてます。これが何を意味するかと言いますと、2体とも無効貫通潜在にできるんですね。で、まあ、どっちも300、300億出せますから、600億無効貫通に出して出せると、2人でね。これがとんでもなく強いですね。で、今回はラビリルループ、ジノループで使っていきます。で、桜ミックはね、自由に使ってもらって構いません。ルレットループなんですけど、毎ターンルレットループする必要はないですから、自由に使っていいわ。グーとなっております。はい、ということで殴っていきましょう。はい、もう適当にね色さえ組んでいれば削れていきます。はい、さあ2階層はシンプルにシールド破壊して倒していくだけ、削るだけとなっております。でルーレットはね桜ミクで上書きすることができますので、しております。まあ、ルーレット上書き 楽ですね、するとね。はい、で軽減残り2ターン以上のタイミングで突破してください。はい、ということで色組んで殴っていきましょう。はい、オッケーですね。こんな感じでね。もうひたすら適当に盤面にある色をしっかり組んでいれば勝てるというわけでございます。もうね、何も考えることないですね。はい、本当に楽。はい、突破です、シールドね。はい。もう危なげもないですよね。全くシールド削りきれないとかいう様子もない。めちゃ火力高いです。はい、とにかく今回火力を注目してほしいですね。はい、で、ラビリルです。ラビリルもね、エンハンスループ、軽減ループでとっても優秀ですね。で、さらにジノを打ちますと。はい、殴っていきましょう。回復組んで、火組んで、水組んで、闇組んで、光組んで。はい、完璧ですと。はい。さあ、いいですね。では、殴っていきましょう。綺麗に組んじゃいました。はい、どう。さあ。はい、コンボ現象、5コンボ現象ですが、今回はね、ジントニックリーダーにすることによって、4コンボ加算、3コンボ加算の計7コンボ加算になってます。リタクルジノよりもコンボ加算が多いので、かなり強いですね。はい、ということで、ワンパンですよ。2階層。で、続いて3階層でございます。3階層なんですけど、ここ4択いますが、アマテラス出た場合、ジントニック。で、月読み出た場合もジントニックとジノ打って1コンボした後ワンパン。オグリの主はジントニックで倒す。イザナギもロベリル打って倒すという形になっております。はい。では、行きましょう。はいと。さあ、で、ジントニックはですね、先打ちですね。はい。ジノの方が上限解放でかいので、先打ちしてください。は
はい、光にしてと。はい、OK でございます。さあ、お送り主もぶっ飛ばしていきましょう。はいはいと。まあ、右2体で600億出してますからね。火力がね、足りないなんてことは絶対にないですね。はい、ということでワンパンでございます。さあ今のところ全ワンパンからの4階層でございます。4階層ここね HP 半減ある時は HP50% 以上削る、もしくはワンパンしてください。でアシスト無効は非機の L 字でアシスト無効解除できます。で初めのトモブエとかサスケとか半蔵はロベリール打って突破、その他の敵に関してはもうロベリール打つ必要もないのでそのままワンパンでいきます。まあ、今回どっちみちロベリールいますからこのまま殴ってことになります。はい、ロベリールはね76番面かも持っております。はい、さあ殴っていきましょう。木の L 字そして火の L 字組んでアシスト無効解除して、でしっかり色も決めてあげましょう。はい、OK でございます。指もね固定で長いですから何の問題もありませんね。はい、ということでアジスト無効をしっかり解除しながら投げ倒していきましょう。はい、 OK でございます。余裕のワンパン。さあ今のところワンパンしかしてません。続いて5階層でございます。5階層ここ、はい、あ仮面改造もねワンパンでございます。もうすべてワンパンでございます。はい、上限月賞ねジノ来てますけど上書きできますよ、関係ないです。はい、さあでは殴っていきましょう。はいと。さあ、ジノ打ちます。5、6番目にして。はいと。さあ、行きましょう。はい。光組んで、闇組んで、水組んで、火組んで、回復組んで。はい、しっかり色全部色組んで。はい、OK ですね。さあ、殴っていきましょう。はいはいと。よし。いいですね。落ち込むのって削っていきましょう。はい、OK です。で、全体攻撃しなかったんで、ワンパンできませんでしたね。まあいいでしょう。はい。ラビリルは、エンハンスと軽減ループでジノ打っていきましょう。ラビリルはね、もう溜まり次第打つループで OK でございます。桜ミクだけね、あれです。桜ミクは別にループする必要はないので、ルーレットループね、好きなタイミングで打ってあげてください。はい、ということで、さっき忘れた全体攻撃をしっかりとして、これで突破していきます。はいと。OK です。さあ。はい、本当はワンパンと。で、続いてですね、6階層でございます。6階層、ここは削っていくだけでございます。なんたかね、敵いますけど、全部削るだけでございます。はい、さあ、では、ジノを打って殴っていきましょう。はい、で、無効貫通ね、持ってますね。はい、こういう時こそ、ジノが輝くわけです。無効貫通ね。無効貫通でつけたジノが2体いますから、今回。左に2体ポンポンで乗ってますから。もちろん、リラクリ逆もいいですけどね。リラクリ逆でも問題ありません。で、これで殴っていきましょう。まあ、どっちみちね、ジントニックにも無効貫通でつければいいですから、リラクリ逆もそんな問題はないです。はい、さあということで削っていきましょう。はい、削りですね。一応今はですね、フレンド側のあれですね、ジノが上限減少食らってましたね。そして今度はサブ側のジノが上限減少食らいましたね。はい、さあでは殴っていきましょう。はいと、よし、削っていきましょう。はい、今度はサブのジノが上限減少食らってますね。はい、では色組んであげて、はい、色組んであげて、あ、いいですね。よしと、ということでこれで殴っていきましょう。はいはい、よした。あ、いいですね。落ち込みがすごい綺麗に乗ってますね。あ、乗ってますね。あ、乗ってますね。20個も俺伸びちゃったね。はい、殴っていきます。いいよした。さあ。では。はい。ジノ打って突破していきましょう。もうどうやっても倒せますね。これはね。はい。で、ここでやっと、あ、上限減少来ましたね。はい。さあ、ジノ打って。よした。さあ、殴っていきましょう。色組んであげて。はい、色組んであげて。色組んであげてと。いいですね。さあ、これで殴っていきましょう。はい、OK です。よしと。しっかり組んであげて。よし。さあ、落ち込みいいですね。で、突破していきましょう。はい、ということで続いてです。7階層でございます。7階層、うずら月出た場合、ジントニック打って2パン。昇竜さんにジントニック打って削るだけ。折り紙もジントニックでございます。はい、では殴っていきましょう。まずはジントニック打ちましょう。はい、ジントニックと。はい。そして、はい、ラビリルのエンハンスループ、軽減ループ、そしてジノを打ちますと。はい、いきます。しっかり色を組んで、はい、色を組んで、色を組んで。はい、いいですね。さあ、全色組んで殴っていきましょう。回復も余裕でしております。はいと。あ、いいですね、落ち込んがね。はい、じゃあ削っていきます。はい、ワンパン。続いてでございます。続いては8階層、シールド階層でございます。シールド、ここはですね、シールド2パン。で、本体2から3パンという形になっております。でダメージ吸収とかはね、ロベリールで対応してください。はい。無効貫通はね、無効貫通せないですから、関係ないですからね。はい、ということで、ジノを打ちまして、殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。しっかり色を消して、色を消して。
はい、オッケーですね。さあ、まずはシールド削っていきましょう。シールドは2パンしていきます。はい、削ります。よし、はい、と、まあ、やろうと思えばね、ここもねワンパンできなくもないんですけど、編成変えればね、ワンパンする理由がないですね。はい、他のところでギミック対応とかしっかりしてる方が強いですね、現状ね。はい、さあ、ということで殴っていきましょう。はいはい、しっかりと色を消して、色を消して、はい、色を消してといいですね。しっかり全色を消して殴っていきましょう。はい、と、よし、 OK です。シールド破壊で本体殴っていきましょう。本体2位から3パンでございますね。ちなみに2と3には大きな差がありまして、3パンの場合はですね、もう一回シールド貼られるんでちょっとめんどくさいですね。大きな差ってほど大きくないか、まあ、ただちょっとめんどくさいですね。はい、ということで、さあ、ジノを打って殴っていきましょう。はい、と、しっかり色を決めて、色を決めて、はい、オッケーですね。これで殴っていきましょう。よしと、しっかり回復もしてね。はい、と、ちょっと水目覚めですか、めちゃめちゃ多いですね、水がね。まあ関係ないですけど、ジンループだからね。はい、削ります。まあ、こんだけ削れたらね、絶対2パンですよね。はい、ダメージ吸収きましたね。ロベリル打っていきましょう。はい、と、さあ、はい、ラベリルのエンハンスループ、軽減ループで、ロベリルのダブル吸収76番面か。そして、ジの56番面に戻して、ジにします。もうね、76使いたくないですから、あえて戻してます。はい。もう贅沢な使い方ですね。76を戻すっていうね。はい。56の方が楽ですからね、パズルが。で、突破していきましょう。これで十分ですから、火力。で、乾燥するから関係ないですからね。はい。ということで、突破していきましょう。はい、余裕の2パンでございました。さあ、続いてはラスボス最終階層の進化前でございます。ここルーレットきますので、桜ミク打って返しちゃって OK です。思えば桜ミクほとんど使ってないですね。はい、まあ、でジントニック打てるタイミングで超根性を持っていってください。はい、で10項目現象は回復四つ消しで、はい、問題ありません。さあ、殴っていきましょう。はい、と、 OK です。さあ、しっかりと組んであげて、これで殴っていきましょう。はいはい、はい、火力四つ消しと。いいですね。はい、削って。はい、と。で、はい、コンボ現象来ました。5コンボ現象です。で、ジントニック打てるタイミングになっておりますので、このまま、はい、桜ミック打ってルーレット上書きして、ジノ打って、超根性持っていっちゃいましょう。はい、と。さあ、行きます。はい。闇、木、火、光と、はい、水でございます。いいですね。よしと。さあ、殴っていきましょう。はい、9コンボ ?9 コンボです。はい。まあでもね、これね、5色強化で火力が出てるんですね。はい。で、これ固定500万だから、超根性引っかかるんですけど、で、10コンボ現象食らうんですけど、これ関係ないっていうね、はい、ことなんですよね。それがマジで強いです。はい。で、覚醒無効来ますから、ここでジントニック打ってあげてください。覚醒無効解除。で、ジノを打ちましょう。はい。では、突破していきましょう。とにかく5色強化で火力出るんで、0コンボでいいんですよね。はい。10コンボ現象なんで、コンボ出ないんですけど、いいんです。はい。火力出るから。関係ないんですね。もう、ジノぶっ壊れがね、際立ってます。これのせいで。はい。ということで、はい、どう。さあ、このまま、火力で殴り倒していきましょう。はい、OK でございます。ってことで、さあ、最終階層までやってまいりました。最終階層ですね、攻撃現象起きますけど、それはラビリルのエンハンスループで返せます。で、桜ミク打てるタイミングで超根性持っていってください。で、桜ミク打って、火か木の L 字組んでアシスト無効解除ですね。で、発狂でダメージ吸収きますから、ロベリル打ってください。はい。さあ、では行きましょう。デバフは、まずはラビリルで返して、ジノを打ちますと。はい、では殴っていきましょう。で、敵ね、コンボ吸収してこない限り吸収されないんですけど、コンボ吸収ないですから、問題ありません。はい、殴っていきましょう。よしと。はい、いいですね。しっかりと、殴ってあげてください。でも、コンボね、コンボ現象を乗り越えようなんて思わなくていいです。ただ、シンプルに火力出せば、はい、5色消せばですね、5色強化で火力出してますから、削れちゃうんですね。申し訳ないけど、はい、余裕なんですね。さあ、ということで、攻撃を受けたら、はい、またジノを撃って、で、殴っていきましょう。はい、と。さあ。はい、いいですね。闇消して、水消して、光消して、はい、水消して、光、闇と。はい、いいですね。では、殴っていきましょう。これもね、まあ、ルーレット待てば、光とか消せたかもしれないですけど、もう、コンボいらないですから。はい。このまま殴っていきます。はい。OK でございます。さあ、ガリガリ削ってます。はい、と、10コンボ現象なのにね、10コンボ現象なのに、ガン無視です。はい。ということで、来ました、半分。半分ですね、ここで、桜ミク打ってあげてください。はい、桜ミクと。よし。で、さらに、はい、ジノとロベリール打っていきましょう。はい、と。さ
さあ、ロベリル違う、ロベリル違いました、ロベリル関係ないです、すいません。はい、ロベリル逆に打っちゃダメですね。ロベリルは半分発狂の時に打ちますから、まだ打っちゃダメですね。じゃあ、ま、あの頭おかしくなりました、すいません。はい、ってことで殴っていきましょう。はい、アジストもこうしっかり解除して、はい、とさあしっかり5色消してね、もうコンボなんで関係ありません。はい、さあ削っていきましょう。いいですね。さあ攻撃を受けて、はい、とさあ無効貫通貼ってきましたね。さあジノ打って、残念ながら無効貫通潜在ね、ジノが2体持ってるんで、もうそれだけでもね600億出せちゃうんですね。はい、さあではしっかりと色を消してあげて、はい、 OK でございます。しっかりね脅しで組んであげて殴っていきましょう。はい、はい、と、はい、さあ削っていきます。いい、よしと。さああと一発ってところですかね。発狂踏んだらロベリーですけど、まあ、踏んでないですね。はい、と。さあではラベリルエンハース期限ループジノを打ちますと。よし、では行きましょう。はい、しっかり色を組んであげて、場面がちょっといいですね。さあ、はい、 OK でございます。しっかりと色を決めてこれでぶっ飛ばしていきましょう。もし発狂踏んだらロベリル打ってください。今回は発狂踏まずにね倒せちゃいそうですね。はい、ということでこれでおしまいです。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いいたします。立ち回りタイムこんな感じになっております。はい、てことで、10項目現象食らってもガン無視してぶっ飛ばせるね。マジで強い編成でございます。それでは続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ジントニックにハロウィンパイモン、サクラミクにミリム&リムル、ロベリールに嫁ユーリ、ラビリルにラミリス、ジノにヒナタ、ジノにダイヤガチャドラです。継承全部スキルベ1で OK で、回復プラプラが3つついてます。必要 HP は 145,861、アシスト無効状態で 121,551 です。必要スキム24で、バッチ HP ですね。リダフレ逆OK でございます。火力注意してください。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP10 個、チーム回復5つ、各色ドロキョウ必要です。ハロウィンパイモンはこちらチーム HP と各色ドロキョウ役割ですね。HP 弱化、リダフレヘイストに注意して、ドロキョウで OK で、ハイウィンドとか、サメの魔人、サクラミク、アオソニア、メドリソニア、ジェレミア、バレメアリス、ダイヤガチャドラとかおすすめでございます。そして、ミリム&リムル、こちらスキブ2個、チーム HP、チーム回復4ターンヘイスト役割ですね。スキブ HP、回復ヘイストに注意して、威嚇やヘイストで OK で、ウルバリン&マグニートとかバレディーナ、ギョッコ、ハロウィンパイモン、バーテンダーワルリン、嫁ハク、平和島とかで OK でございます。そして嫁ユーリー、こちらスキブ2個のチーム回復役割ですね。スキブ回復に注意して10枠になっております。バレディーナとかゼウスギガ、ウメマロ、嫁フェノン、ダイヤ、ダイナ、ブレイザー、キバレアキネ、ミリム&リムルとかおすすめでございます。そしてラミリス、こちら各色ドロ強と極色強化役割ですね。弱化と火力注意して火力盛りで OK です。ダイヤ候補は、ダイヤ候補はダイヤガチャドラと同じですね。はい、そしてヒナタ、こちらもスキブ2個チーム HP5 色強化役割ですね。スキブ HP 火力注意して火力盛りで OK、 ダイヤ候補はダイヤガチャドラと同じでございます。そしてダイヤガチャドラ、こちらスキブチーム HP5 色強化役割ですね。スキブ HP 火力に注意して火力盛りで OK です。でジノとかラー&ホルス、闇カーリー、ギアステップ、ラスイデアル、光ラベリル、クリスマスアルジェとかおすすめです。特に5色強化つけるのがおすすめでございます。まあ樹脂とかでもいいんですけど、コンボ現象をね無視するので、特に5色強化がおすすめです。続いて本体代用のための役割です。サクラミク、こちらスキブ6のチーム HP、 暗闇雲帯と光回復エンハンスとルーレット役割ですね。スキブと HP と暗闇と雲と帯とデバフに注意して自由枠となっております。ここラフィーネとか芝美雪、試練バステとハーツとか、あとは究極レムにアムリニアとかでも OK でございます。自由枠ですので好きなキャラ入れてください。サクラミクは一応ね無料配布されてるんで、一応持ってるキャラであると思います。続いてロベリール、こちらスキブ2個の L 字回復枠、2ターンヘイストと回復エンハンス役割ですね。そしてダブル吸収76番面化です。こちらスキブと L 字と回復力に注意してダブル吸収で OK で、スーリアとかソフィーサム、バーテンダーイデアル、千葉エリカ、ヘカテン、ハーツエキドナ、イデアルシナモンとかで OK でございます。そしてラベリル、こちらスキブ3の火力枠で2ターンヘイストと軽減とエンハンス役割です。スキブ火力属性に注意して軽減で OK で、上条トーマ&インデックス、デンジ&マキマ、ロロ&ヴィンセント、ニューガンダムとかおすすめでございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。